よろしくお願いします。前回は確か夏ガチャですよね。夏ガチャはね、ちょっとまあネタ的には面白い感じでは終わったとは思うんですけど、リンデが4回も出たり、ただ結構それでジュエルは減らしてしまったんで、今回の入れ替えにジュエルを解けなかったことが少し悔やまれますね。はい、狙いのキャラはもちろんドラゴンライダーのハーヴェイを狙っていきたいとは思っておりますが、まあ残りの2体来てくれればラッキーかなと思ってます。今回はさっきも言ったんですけど、夏ガチャでガチャをちょっと引きすぎたせいでジュエルがそんなにないんですよ。確か370個ぐらいなんで、15、16年、うん、それぐらいですね。今回のオカルトは過去にもね2回ぐらい確かやったオカルトなんですけど、その時はギターを弾かずにみんなでワイワイと歌ったガチャオカルトを、今回は替え歌とギターでやっていきたいと思います。意気込みはもうちょっとね、ガリシの引きがいいんで、それを見てると本当に悔しい思いばかりしてて、まあ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 意気込みすぎんのも良くないとは思うんですが、うん、まあ思い出の曲で見事に結果を出せればいいなと思います。はい、ありがとうございます。頑張ります。オーメンズイレブンゲームチャンネル。今宵は何ヶ月かに一度、ジュエルを溶かして闇が訪れる日、終わりの来ないような戦いも、今宵はオカルトして祝杯をあげる。人はそれぞれ正義があって、争い合うのは仕方のないかもしれない。だけど僕の嫌いなガリもガリなりの理由があると思うんだ。ドラゲライドラゲライドラゲライ、今宵僕たちは友達のように歌うだろう。ムーンレーナスタリションファイアハーベイ、今宵僕たちは入れ替えの3体手にするんだ。ドラゲライドラゲライドラゲライ、今宵僕たちは友達のように歌うだろう。ムーンレーナスタリションファイアハーベイ、浅い僕たちを公式ニコ生に出させるんだ。はいはい、ということでね、ということでですよ、はいはい、ということでやってまいりました。はい、やってまいりましたね。大梅さんの番です。はい、これはね、歌ガチャ替え歌でね挑みますよ。はいはい、前回にね、去年のドラゴンライダーの新職種の時に、はい、確か3人で、はい、ドラゲナイを、はい、曲を流しながら歌った。そうですね、多分2回歌ってるんですよ。はいはい、2回歌った。多分結果は伴ってない。あー、そうだね。そうそう、そうです、ね、出てないと思 う, そ う, だそうだ。ただ今回はまあ、替え歌をして、うん、ギターをね弾いてますから、うん、はい、そうですね、ギターを弾いてこそのね、そ替え歌ガチャなんです。そうです、そうです、替え歌じゃないとやっぱ来ないですから。そうです、はい、替え歌じゃないと来ない、はい、ただこれだけねちょっと気合を入れてしまうとね、結果がね伴わなかった時のショックは大きいわけですよ。はい、
そして暑い。そうですね、めちゃくちゃ暑い。夏ですからね、今ね。去年もね、エアコンつけてるけど、それでも全然暑い。暑いですよ、そりゃ。それは性能がいいんだよ、そのね、ジャケットのね。俺か。そんなね、ジャケットのように、性能のいい、ハーベイを狙っていきたいと思います。もう、どうしよう、読み込みどうする？読み込みどうする？あー、いやでもさ、フォースターもいるから、いやそれだからこそ読み込みなかったら絶望じゃん。絶望だよね、ほんとね。隠すか、隠そうか、隠すわ、俺も目隠すわ。はい、いきます。はい、ウリで目隠すから俺。入れよ、ドラゲライ。いいかな、いいかな、もう。はい、隠したよ、隠した。はいはい、読み込みは我々は見えてません。いいですね。はい、4、5、はい、6、まあ6いやね、全然。あ、6だよ、6かよ、半分ゾロげないかよ。6か5かで結構違うよね、気持ちね。これ連続で来るのかな。いやー、本当にね、読み込みがね。ドラゲナイが一番狙いですね。それサーベイ。 2番は、2番、まあ3体のどれかが来ればいいですね。あ、はい、1体消費。怖い、これ連続で来るよ。怖いね、怖いね。ほら、3、3、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、もうやだ。うわー、え、うわ本音出ちゃった。ドラゴンはでもほら、ドラゴンライダーは来た。いやいや、違うんだよ。え、星4って言った？本当に今日さ、今回3回目じゃない、ドラゲない。あー、だから星3、星3、そっか、ほら、ちょっと訪れてんじゃん。やばい、やばい、マジで。え、何回引けんの？あと5回。あ、5回、5回、やばい。多分ドラゴンの流れ来てるよ、うん、きっとね、ドラゴンは来る気がしないんだけど。ドラゴンの紋章書いた方がいいんじゃない今。いや、もういいよ。え、今はドラゴンの、もう読み込まなかったらダメだって。お、あ、じゃねえよ。うるせえんだよ。なんの愛よ、それ。いやいや、今は。あ、もうほんとやだ。いや、ドラゴンの紋章書いた方がいいっていう。ひどいよ、今からでも。読んで、フォースターもいいんだよ。あ、あ、じゃねえよ、吉尾だよ。今さら。読み込まない。ねえ。え、もう次、もう一回、次でラスト。ちょっと慎重に来いよ、最後。ちょっと込めて、込めて。はい。え、もうやだ、もう引きたくない。ずっと調子悪い、もう。いや、今回は欲しいんだって。最後お願いします。そうだね。本当にちょっと。そうだね。はい、込めろ、込めろ、マジ。いきます、はい、最後。はい。はい。ちょろげない。さらっと、え、はい、え、11プラス16か、16で0か、うん、やべえね、やばいね、やばい、もうどうしよう、これやばい時期今、本当にやばいよ俺、本当に最近だって本当やばいね、ここ何回、夏からトータルでリンでしか出てない。あ、あれも出たか、ツイハも出たけど、でもその前、あのディーンが出た後からずっとに、うん、ずっとにってずっと調子が悪い、良くないね。そうだね、ディーンの後から本当に出てない。それなんか確率的にさ、そろそろ来るかなっていう時期である、ところある、そうそう、うん、ちょっと期待感あったでしょ。そろそろあったよ、あったよ、もう絶対出ると思ってたもん、ね、2、3体はね、この11年の中で闇が長いね。そうだね、闇が嫌だな、これなんだよ、どうすんの。いやー、ショックで、もうショック、うん、聞くのが嫌になるね、怖いね。いや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 、クロさんとガリシは、え、俺の爆死見て、それは怖くないだろ、楽しみだろ、むしろ。いやいやいや、なんかね、楽しくはないよ、楽しくはないけど、まあ、出なくてもよかったな。出なくて、あ、俺の勝ちだなっていう。でしょ？そう。ただ、まあ、出てもいいかなっていう優しさもあるよね、俺は。上から目線だね。ついてないよ。まあね、いいじゃないですか、これからね、楽しみがあっていいじゃん。いいな、楽しみがあって。追いかける楽しみ、いいな。追いかける。こいつへこんでやがる、マジで。マジでこいつへこんでる。引くわ。もうやめよ。もうやめよ、やめよ。
なんだよ、顔見んなよ。顔見んじゃん。いや、どういう顔してんのかなと思ったよ。いや、放心状態、放心状態。何も出てこない。今回、表情わかんないですけど。より一層顔が闇に。あれ、これあれじゃん。ジュダじゃん、ジュダ。ジュダっぽい。鳥をつけたジュダ。そう。ああ、なんか、あれだね。ごめんなさいね、ほんと見てる皆さん。ビンタしていい？空気、え？彼氏のことビンタしていい？ビンタしてダメでしょ。スッキリするかも。これだってよ。ダメだよ、野菜を気付けるなんて。野菜じゃないですよ。もういいよ、いいよ、いいよ。やめよ、早く。ダメだ。今日は焼け酒だ。そうだね。そうしましょう。うん。今日飲んでいいじゃん。そうそうそう、今日ちょっと最近いいことなくて、車もないしさ。そうだね。うん。より会いたけど。では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 、はい、まだ ね、これからあれじゃないですか、まだまだガチャ動画、青梅さん。僕は続きますね。はいはい、はい、続くんでね。まあ飯馬ね、皆様に飯馬動画届けられてよかったなと思ってますよ。ね、これからね、応援してくれる方が増えますからね。いますから。はい、はい、皆さん応援してくださいね。ぜひ僕を応援してください。はい、道場の、はい、道場をぜひ、はい、高評価をよろしくお願いします。はいはい、お願いします。ではご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。ケンシロウたちを待ち伏せる悪魔の手、剣法殺しと言われるハートの前に北斗神拳は無残にも敗れ去るのか。次回、北斗の剣ブラッディクロスを打て、飛剣十波段。お前はもう死んでいる。